FDA 富士ドリームエアラインズは国の緊急事態宣言による外出の自粛が続くことから28日から来月17日まですべての便を運休することを決めました静岡空港発着の飛行機で運休するのは札幌、丘珠、出雲、北九州福岡、鹿児島の5路線です。28日日から来月17ままで全ての便を運休します。 FDA によりますと新型コロナの影響で飛行機の需要が減っていて福岡の2便を除いてすでに運休していますが現在も外出の自粛が続くことからすべての便に拡大しました国内線では ANA が札幌線、沖縄線を5月6日まで欠航しているほか国際線もすべて運休しているため FDA の運休で静岡空港を発着する便が一時的にすべてなくなることになります